絶対愛してる、はマグ・シー・プリンスの楽曲でデビューシングルである。CD は2015年12月23日にユニバーサルミュージックのレーベルゼンミュージックからリリースされた。兄弟曲カップリングともに作詞作曲はワイルド・アニマルズによる。ワイルド・アニマルズはこの後セカンドシングルスピン・ザ・スカイやこれらを含むファーストアルバム111収録曲の 大半の作詞作曲を担っている。曲中でグループ名マジックプリンスを連呼する歌詞がある。メンバーは僕たちのフレッシュさがこの曲には詰まっていますとコメントし、リーダーの平野康志信はこの曲を自作スピンザスカイと同じく応援ソングだと説明している。マンタンウェブはリリース時のインタビューにおいてこの曲をアイドルらしいアップテンポでフレッシュなナンバーと評した。 マグ・シー・プリンスは2015年3月に結成。結成をバックアップした情報番組、なるほどプレゼンター。花坂かタイムズレギュラー出演の他に2つの冠無理ラジオ番組を持ち、CD デビュー前から活動拠点である東海地方のメディアで活動していた。8月31日にマグ・シー・プリンス公式サイトにおいて、 CD のリリースが決定したことを発表し、リリース日やリリースの形態についての情報を公開した。カップリングにはライブで披露されていたファンへのメッセージを伝えたバラード、ありがとう君へが収録されることとなった。9月から東海地方を中心にアトラクション会と称したリリースイベントを数多く開催。 11月29日からこの曲はグループが出演する近鉄パッセの CM ソングとしてオンエア。11月30日、主要な音楽配信サイトでの楽曲の配信リリースを開始した。CD は通常版、初回限定版、個人版5種の7つのタイプでリリースされた。初回限定版には、絶対愛してる、の。 ミュージックビデオとそのメイキングを収録した DVD が付属する。個人版には各メンバーを中心としたトークによるボーナストラック、〇〇を囲むメンバースペシャルトークが追加収録されている。ミュージックビデオが撮影された、青海南不動公園ミュージックビデオの監督は、福井秀明が務めた。屋上ヘリポートでのダンスパフォーマンスシーンのほか、青海南不動公園など、 東京臨海副都心で撮影されている。この曲の振り付けは、フィッシュボーイが担当した。絶対愛してる。4時9分、ありがとう君へ4時51分、絶対愛してる。ありがとう君へ。個人版の収録トラック1から4は全て通常、版に同じ12月22日付のオリコンデイリーランキングで6位にランクイン。2016年1月6日付の 同週間ランキングで9位を記録した。ありがとうございます。